あー、過去消えちゃった。これは1週間固定にしておこう。いやー、皆さん、あー、ターボさん、ありがとうございます。いや、私はびっくりしたのよ、出れるって聞いた時はなんかそれはね、放送後に詳しく皆さんにお話したいと思うんですけど、まずは来週の放送をご覧いただけたら嬉しいなと思うんですが、いや、マジで緊張した。もうめっちゃゲロ吐きそうやったもん本当にごめんなさい。テテチャートありがとうございます。 Thank you、 ありがとうございます。本当にもうありがとうございますとしか言えないです。お願いします、みんな見てね、お願いします。予告が YouTube で見れるので、 YouTube の公式の、あ、ごめんね、ちょっと止まっちゃった。はい、そう、ずっと言いたかったのこれです。はい、言いたかったやつはこれでした。ちょっと前に収録していたりしていたので、はい、いや、本当にすいません、もう本当にまさか出れると思ってなくて、よろしくお願いいたします。今日予告が出たので解禁です。はい、詳しくはもう放送見ていただかないとあれなので。予告見て推しピがもう一人いたって、あ、すごい、いや嬉しい、推しピがもう一人ってことは私は入ってて嬉しいですよかった。はい、ということで、そういうお話でした。ありがとう、みんな、めちゃめちゃ盛り上げていただけると嬉しいです。よろしく、多分一周だと思うけど、ちょっと見てください。 とにかくあの詳しいことはちょっとね、あの、もう見ていただかないとっていう形なので、そうですね、はい、もうめっちゃ盛り上げていただけると嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。頼りは皆様なのでね、はい、お願いします。予告見た？そう、あんまり映ってないかもしれない、わかんない、どうかな、ね、わかんない、どうかな、予告だとちょっちらと映ってたかな、あんまり映ってないかも。うん、本編も見ていただかないと分かんないと思うから何にもね、そう、うん、何も言えない、言えない、言ったら面白くなくなっちゃうから早く言わないです今日は、本当に何も、うん、見てください、お願いします。それだけクリームだったらリアルタイムしてた人いるかな。びっくり、びっくりの塊だったので、どうなるか、もう本当にもう不安しかないです不安しかないけど楽しみです。録画したら見たら火事出てきた、やったー、久しぶりのこの感じ、嬉しいありがとう、本当に皆さん楽しみに待っていてくれてて、ありがたいです。よろしくお願いします。来週はリアルタイムショール配信しないよ、真裏になっちゃうからしないよ、真裏にはしません、さすがに。でもどうなのかな、私まだスケジュールが分かんないからね、家事今自宅待機なので。いや嬉しい、本当に泣いちゃいそうです。
なよろしくね。本当にもう超不安。大丈夫かな。お、すごい、私に気づいてくれてる人いますね。私もアップガニで検索してみた。来週の国村あんたらに火事だって。テレ朝でもドッキリかかってるって言われてんだけど。ちょっと待って、やばいね。もうちょっと待って。まあ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 、まあ、とりあえず見ていただかないとわかんない。見てね。超不安だよ。そんな期待しないで、期待しないで。カジはちょっと自信ないよ。めっちゃ本当にあの、あーどうなんだろう、わかんないです。もう覚えてないのよ本当に、うん、怖いな。すっごい嬉しかったことだけは覚えてるんだけど、出れたことがね。楽しかった、めっちゃ。こんばんは。はい、ということでこちらのお知らせになります。はい、楽しみですね。あ、電波、ごめんごめん。いや、どうなるかな、わかんないけど、いや嬉しい、みんな見てねって。そしてみんなリアタイしようね。リアタイしようね。いや嬉しいな、本当に。なっちゃいそう、本当になっちゃいそうです。泣いちゃいそうです。嬉しい。あー、ピエン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 、本当にみんないっぱいツイートしようね。ピエン嬉しいです。これでたくさんの人に知ってもらえたら嬉しいです。お茶の間のお菓子になりたいですね。はい、ちゃんと私ご飯食べれなかったもん、緊張して。緊張したら全然ご飯食べれなくなるタイプです。そうですね。前回クリームなんたら出させていただいた時はまだゴールデンになる前の深夜の枠で出させていただいて、楽しかったな。うん、超、うん、また呼んでもらえるって正直思ってなかったから、まあ、今回はちょっとまあ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 見てください。あのちょっとあんまり何も言えないっていう。いっぱいツイートしてください。はい、ということでそれだけでした。YouTube の予告にも出てるので見てください。あ、なりこうだろこだっていっぱいコメントしててください。お願いします。ありがとう。それだけでした。お手配作成の以上です。またお会いしましょう。バイバイ。やった。